続いて四番。まあこれもですね、実はセラマサノリさんがこんなあのツイートをされていらっしゃいました。東京二十三区の仮想場独占企業が中国資本参加に。 葬儀業者は締め出されて日本の国内の火葬場は1,393か所そのほとんどは地方自治体等が運営する公営事業しかし東京23区だけは例外9か所の火葬場7カ所が民営なおかつ5か所を占めるのが東京白禅本部抜粋ということでこれはヤフーニュースで実はそんなに新しいニュースじゃなくて6月のニュースなんですね。実はちょっと私これ自分の 長尾隆チャンネルであの取り上げたことがあるんですけれどもえ中国資本にですね買収されているのは何も土地だけじゃなくて火葬場なんですね。で東京都っていうのはこの記事ちょっと全部読みませんけれども民間23区は民間があの運営をしていると。もちろん安倍元総理があのまあダビに付された えー、確か桐谷斉城もあの民間なんですよね。で、ちなみにあの皇室に深いの深いあの落合の火葬場も実は今民間になっていて、昔はあのーえー、今な,なんなんでたかな、なんとか白線、えー、東京白うん <laughs> 東京白線っていう会社が運営をしてたんですね。これがですね、ラオックスを 買収した中国人企業に買収をされてしまったと。で東京都は今までお葬式葬儀場と火葬場は別だったんです。それはお葬式の後役場に持って行かなきゃいけませんよね。だけれども今度はこっちの火葬場が中国資本に入っちゃったがために。 仮葬場が今まで葬儀はやってなかったんですけれども、もうまるまる葬儀事業にもで、ね、手を出してしまって、今あの東京23区の中では日本の企業で葬式ができないっていうそういう状態になっちゃったじゃん。中野区でこんな事象があのなんか顕在化してたっていうそういう話は聞いたことありませんか？ というか、あのまあ、このなんだろうな、中野の人間は大体落合か堀之内の子、うんえー、相場を、まあ、うちの、ね、家族もの親戚とかも使っているんですけど、東京は、まあ、昔からその、まあ、昔、帝都白禅って言ったのかな、今、東京白禅で書たか、あのがまあ、やってるっていうことは、まあ、分かってたんですよ、で、それが、まあ、今、その問題になっているっていうのは、そのえー 普通の葬儀屋さんがなんか締め出されてしまって、そうあの。で、まあ、で、その後に、まあ、その火葬、えー、場がなんかいろんな値上げみたいなことを始めてっていうような、えー、状況になっている。ちょっと今、えー、ここを、えー、1、2年、自分はその家族が、もう幸いなことに誰もちょっと葬儀がないので、その最近のその、 自分はそのえぶつかっていないんですけどそういうことはの、えー、報道なんかで、まあ、知ってえいてですねそういうふうになっちゃうよっていうふうに前ちょっと危機意識を持っていたのがあやっぱそうなっちゃうんだなっちゃったんだっていうかなっちゃうじゃんとあのいう状況になっていてまあその日本の資本から、まあ、やっぱり外国のに資本に移っちゃうそのリスクっていうのが心配だけではなくて現実にね、うん あの実際、庶民の葬儀に影響も与えてしまっているということがまあ現在の状況だと認識しています。 ちょっとビジネスの話なんであえてこういうことを言いますけど、まあ、高齢社会の中で、まあ、亡くなる方がたくさん出てくる、えー、そうすると葬儀、まあ、コロナもありますあるいは家族とも増えてきてると澤さんに去りながらですねこの、えー、東京白線っていう会社っていうのは、まあ、この記事にあるようにもうあの売上っていうのは年間93億円で利益の積み増しで、えー、純資産が355億円あるという。 こういう超立地企業なんですけどこれをね中国企業が買収をしたっていうことなんでちょっとこれはね、まあ、あ今後もちょっと注視してその背景についてはねあの今実はあの私これあの調べております。た、まあ、たまたま 別にあのセラさんにこれあのツイートしてくださいってあのお願いしたわけではないんですけれどもまあ一心伝心っていうやつかわかりませんけどもセラさんがえこれをピックアップされていらっしゃいましたんで今日ちょっと紹介させていただきましたこれねまんなうもう一言申し上げさせていただきたいせっかく取り上げていただいたんで、うん、これあの実は非常に深刻な問題も一応はらはらんでいるんですねあの高、うん、が争議じゃないんですよあの。 これやっぱり一つの,あのインフラなんですよね。日本人の生、まあ、老病死に関わる、まあ、一つのインフラで、だからこそ東京以外の地方はすべて公共団体が、まあ、その仮葬っていうのをやるわけですよ。で、あのまあ、人が、まあ、死んだ時には、やっぱりいろいろ法律、あるいは、まあ、警察も出てくるしいろんなことであの、本当にその人が、あのまあ 問題なく死んだのかどうかも含めてね、あの、まあ、日本は法律でいろんなこと、実は目に見えないところで守られているんですね。で、だけれども、これが、あの、まあ、その中国その、そのビジネスをやる人が、そういうことを意図しているっていうふうに言ってるんじゃないんですけれども、まあ、その中国系の方というのは、まあ、あの、この番組でも何度か出ている通り、 中に共産党員が3人いたら、そこには共産党の指導に従わない、共産党の組織が作られて、その指導に従わなきゃいけないですね、中国系の企業が。あるいは中に中国系の人がいたら、まあ、その人は国防動員法に基づいて、まあ、中国政府の命令を聞かないと、まあ、罰せられるし、まあ、家族にもいろんな危害が及ぶわけですよ。で、場合によってはですね、あのえーまあ、武漢から始まったその感染症の対策の時に、 一時期、そのえー、武漢でもうすざまじい勢いでこう、えーまあ、人の,、まあ、あの葬式というか、その火葬が行われたんだみたいなあのことがうさ、まあ、されてで、その中にはあの、まあそのえー、もしかしたら死亡の確認が取れてないような状態であの要するに火葬場に突っ込んじゃったんじゃないのみたいな話も、まあ、これは事実として漏れ伝わってきている状況じゃないですか。でそして今、日本ではそういうことはありえないけれども、 そのまあ、中国の、えー、政府の命令聞かなきゃいけないようなところに仮想場が抑えられていると、人知れずあの、まあ、焼かれても、誰もチェックができないということも、この日本で起きるリスクが初めて生じているのが現在の状況なんですね。今のオーナーさんがそういうことを狙ってるって言ってるんじゃないですよ。だけどもあの中国のの法法体系法律の下にあるととそういういことが 起きててしまっても、えー、に日本の側でチェックができないようなインフラとしてそうあの火葬場が使われる可能性が生まれましたよということは、ね、認識しなきゃいけなくてそういうことは防ぐために、まあ、その基幹インフラの1つとして葬儀場というのはあの火葬場というのは、えー、法律上位置づけてやっぱりその、えー、外資に乗っ取られちゃいけないんだとこういう法整備が必要だと思います。 はいいありがとうございます、えっと、チャット欄に、えー、またあのライブアンケートを載せさせていただいております。紹介ちょっと忘れておりましたのですいません、えー。今回のアンケートはですね 安倍元首相が暗殺されてから今日で4ヶ月新聞や地上メディア自民党も野党もこの政権の大事件に一切触れません気がつけば文化人放送局だけが報道これは1背後に巨大な闇があり危険だから2文化人は陰謀論者に振り回されている3統一教会へ、えー、ほっ何ていうのこれ保援えんこんどこどこどここ

現場にいた関係者に迷惑がかかるということで現在624人の方投票いただいておりますけれども是非ともあの番組終わりまでに皆さんアンケートにお答えをいただければありがたく思います。 はい、えー、それではあ外国人政策ということで9番参りましょう野生のレモンさんのツイッターです不法滞在者の保護を求める国連とそれに対する相沢一郎の、えー、真剣に受け止めるって回答何真剣に受け止めたら小野田明美さんの送還してください一択でしょうというやつですね僕もこれ昨日あのちょっと拝見したんですけども えとのんべやすさんという方のツイッターがですね、えー、あって、えー、これはあ燃えるアジアさんの記事を引用リツイートをしているんですかねこれ、愛沢一郎衆議院議員があ、まああのー、不法滞在者の、えーまあ、扱いについてね えー、まあ厳粛に受け止めるというような、まあ、政治家がよく使えそうなありての言葉をツイートをしたってそれに対して愛沢一郎議員のツイートに引用リツイートをする形でそうじゃなくて送還してくださいでしょうというようなことで。 まあ大先輩に対して後輩がねバシッとこう言った気持ちのいいリツイートがあったということですがいかがですか吉田議員、はい、これは僕もあの拝見して、まあ、引,用引用リツイートをしたんですね、うん、これ5日のやり取りなんですけど相澤さんの,このつまんないなんかこうあの小学校の院長みたいなクソみたいな。<laughs> あのまあ、あの言いこぶったあの現実離れしたコメントに対して、この小野田さんのです、ね、非常に、ね、説得力があるんですよ、まあ、ちょっと読ませていただくと、えー、病気になったと認められたら仮放免というシステムを使って施設の外に出られる、かっこその後、逃亡者の多数、都市、うん、からと、えー、ハンガーストライキなどをして自ら体調を悪化させ、死亡に至るケースが散見されます、入管施設の医師が適切な医療を与えようとしても、送関忌避者が拒否するのです。 相関こそが必要な対応です。人の良い日本人の優しさにつ付け込んでくる悪意が残念ながらあります。暴れる不法滞在者対応で怪我を負うなど大変な業務に従事する入管職員の辛さ、派遣され現場で仕事に当たってくれている医師や看護,婦の看護師の皆さんが直面する厳しい現実にもぜひ寄り添っていただきたいのでまたご説明に上がらせてくださいと相澤大先生にですね、まあ、あのしい 新新新米議員である小野田さんがこう、えー、丁寧にご説明をされているというの、まあ、こういうやりとりですね。まあだからあの何て言うか当選回数と知識能力は別にパラレルじゃないってことですね。そうですね。まあまたね同じ岡山ですからね相沢さんもね,ね、えー、小野田議員もね。まあ小野田議員はねあの衆議院議員に支えてもらって選挙をやる中で。 相沢さんは、まあ、ある意味支えてもらう側ではあるけれども、まあ、それはそれこれはこれ政策的にやはりこれは先輩であろうと選挙でお世話になった方であろうとしっかりと言うべきことは言うということで小野田君議員本当にあの安倍晋三の遺志を継いで頑張っていただいているなと全力で応援したいと思います。 えー、10番お願いします、これ吉田議員もリツイートさされれていいらっしゃいますすね、えー、加藤健さんです、えー、これは留学生は国の宝と私たちの血液を吸い込む <laughs> 岸田総理が分かっていない重要事実、えー、移民政策で大失敗した英国のキャメロン元首相がニューデリーのビザ部門が、えー、確認した留学申請の3分の1以上に偽造書類が含まれていた。 インドよりも偽造書類偽造ワイルが横行していいる国は多い例えば、ということでありますこれちょっと吉田議員あの、リツイートをされてるんで、ちょっと解説とコメントいただけますか。はい、あのこれも、まあ、まさしくこの通りで、イギリスですらね、あのこうやって、えー、が入国してくる人について、うん、例えば留学生ということで、あののそういう資格で入国してくる人ですら、3分の1以上が偽造の書類で まあその留学というまあえカテゴリーで入ってこようと入ってきていたんだと、まあ、こういうまあ事実の指摘ですよね。で、えー、こういうことはまあインドだけではなくってもうそのまあ偽造捏造大国っていうのがまあ日本の周りにあるわけですよ。であの僕もあの区議会でも質疑させていただきましたけど日本の制度は全部性善説なので。 あのなかなかこう、特に言葉も違うし、外国の書類のチェックが行き届かないんですね、でこの1つの例で、例えばあの、えー、出産証明書っていうのを海外の病院で偽造して、でまあ、2000万円もですね日本の出産一時金42万円か,かける、何人分申請したら2000万円になるか分かんないけど、という申請をして、まあ、ようやく詐欺で捕まったという外国の方もいるんですけど、そういうことが横行しちゃうと。 まあこういう状況ですから性善説ではなくてちゃんとチェックをするあの外国の政府が作った書類ですらその政府の役人が賄賂でもって申請のし書類を捏造することもあるのでそういうことをちゃんとあの防がないと、えー、日本はもうボロボロになりますねというそういうことつもりでリツイートしました。はい、ありがとうございまますす、えー、スパチャ頂戴しました、えー、特命希望さん 5, 円です どうもありがとうございます。いますはい。えー、それでは、あ、二十二時四十五分となりました。本日二千九十四人の方に、ご視聴いただきました。えー、本当どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい。えー、それでは、えー。今日は、水、明日火曜日か、まだ。明日、明後日とありますね。えー。それでは、明日の、お、夜十時に、また、お目にかかりましょう。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。おやすみなさい。